人々の暮らしが大きく変化した弥生時代、その生活を知る手がかりとなる遺跡が杉並区内でも発見されています。今回は弥生時代の土器の展示を中心とした郷土博物館文館の企画展をご紹介します。鎌倉橋上遺跡、法南町峰遺跡群、これらは杉並区内から発掘された弥生時代の遺跡です。身近なところから掘り出されたおよそ2000年前を探る手がかり、少しワクワクしませんか？さて、弥生時代はどんな時代だったんでしょうか？弥生時代は縄文時代に続く時代区分で、紀元前3世紀頃から紀元3世紀頃とされています。杉並区内から発掘された遺跡の多くは旧石器時代や縄文時代のもので、弥生時代についてはあまり注目されてきませんでした。しかし近年の発掘調査によって弥生時代についてさまざまなことが分かってきました。今回の展示はどういったところに注目すると皆さん楽しめそうですか？はい、今回は観光集落と宝慶集光墓と呼ばれるお墓があります。これは弥生時代に見られる特徴の一つですので、この2つを理解していただけると弥生時代の生活をより楽しめると思います。まず縄文時代というのは竪穴住居が作られた時代で、定住する生活が始まった時代になります。また食べ物とかは動物を狩猟すること、そのため少人数での生活様式になってまして、さらに身分差のない社会というふうに言われております。一方で弥生時代ですと、今度は水田を作るようになります。お米作りですね。それは始まったのが大きな特徴となります。多くの人が協力しなければならなかった当時の水田作り、自然と集団の単位としての村が形作られました。そして村の中で労働者と統率者という身分の違いができ、さらに収穫量の違いなどから村と村の間に貧富の差が生じます。それはやがて村同士の争いへとつながっていきました。そこで食料と生活を守るために、周囲に外部からの侵入を防ぐ堀を巡らせた環濠集落という村の形が出来上がります。そして有力者たちは立派な墓を作ることで、死後も自分の力を誇示するようになります。こちらが宝慶集光墓と呼ばれるお墓になります。マガ玉とかガラス小玉という非常に貴重なものが出てきております。おそらくの身分の高い人のお墓だというふうに思われております。では区内で発掘された遺跡の数々を見ていきましょう。最初は鎌倉橋上遺跡。現在の神田川の流域に広がっていた集落の跡です。神田川が上がった台地上に位置している遺跡になります。基本的に川というのはもうこの当時でも飲料水とかに使われるものですので、なるべく川に近いところ、そして一番安全な台地の上にありました。注目されるのはこの遺物の豊富さになります。大月亀と呼ばれる、これは主に煮炊きに使われてきたものになります、はい、そしてこの鉢というのは食べ物を盛り付けるものになります。で、壺とか木台と呼ばれるものはおそらく何かしらの祭祀に使われてきたものかと思われております。割と薄い感じがしますね。そうですね、これは熱伝導率と高みのためとも言われておりますけれども、非常に薄く作るということは焼くときに割れやすいので、非常に技術が必要になってきます。次は法南町峰遺跡群。ここからは環濠集落と宝慶集光墓が見つかっています。環濠集落は主にこの環状7号線のちょっと西側の方に集落が見つかっております、はい、で宝慶集光墓につきましてはちょっと東側の方に見つかっております。このことから環濠集落の居住域と墓域を分けていたということが分かりました。このように環濠がまっすぐこの法南町峰遺跡群では出てきております。この V 字に掘ることで中に入った人が外に出にくくなっております。だいたい1メーターぐらいだとは思うんですけども、おそらく掘っ
った土をこう横側に土塁状に盛り上げてたと思いますので、上から見た深さはもうちょっとあったかとは思います。そういった工夫もされてたんですね。そして昭和44年の発掘調査により23区で初めて方形周公墓が見つかった大宮遺跡。こちらとってもこう迫力のある壺が並んでますね、はいはい、こちらの壺は方形周公墓の上に建てられていたものになります。気になったんですが、はい、これ壺の下に穴が開いてるんですか。はい、そうです。この穴は土器を焼いた後に意図的に開けているものになります。穴を開けるということは通常使用できなくするという意味があります。おそらくこの方形周公墓の上に建てる風習にあたって儀礼的な意味で開けたというふうに考えられます。松の木遺跡で見つかったこちらの土器、よく見ると焼く時に混ざったもみの痕跡が残っているのが分かります。稲作が行われていたことを示す有力な証拠といえます。そしてこれは本陣山遺跡から見つかった今回の展示で最大の土器。大きさ以外に注目すべきは外側だけでなく内側にも火に当てられた形跡があること。通常仕様では内側まで火が当たることはないと思われるため意図的に焼いたと考えられ、まだ研究途上ではありますが墓であった可能性が考えられます。弥生時代の杉並の姿や当時の人々の暮らしに思いを巡らすことのできる今回の企画展、古代史にあまり関心のない方でも悠久のロマンを感じていただくことのできる内容です。ぜひ足をお運びください。